人間というのはどうしてもね、この心の隙間を自分で埋めようとするんだよね。ドーンって。だよ、はい、このチャンネルを見てる方の、うん、結構大きい悩みとして、うん、物を捨てられない。いや、物を捨てられない人が8割だよね。はい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 、はい、うん、やっぱりしょうがないよね。そうなんですよ。なんかそこになんかダヨのアドバイスというか、うん、背中を押すステップが欲しいなと思うんですね。うん、人生頑張ろう、これだけ。20秒、この たまにこういうのあっていいんじゃないの。20秒ぐらいで終わるやつが。あ、今ショートって流行ってて。あ、そうなの。はい、ショート動画めっちゃ流行ってるんですよ。あ、じゃあもうそれでいったらいいじゃない。もうこれから全部、はい、全部全部なんで楽しようとするんですか。はい、あ、そうですね、もうたまに挟んでいきましょう、うん、たまに挟んでいきましょう。はいはいはい。で、なんだっけ今日は。そもそもなんで、うん、と物を捨てられないっていうか、うん、いや、物を、簡単だよ。物を捨てられないのはさ、執着以外何物でもないよ。執着ですか。もうちょっと執着について教えてください。だよ、まあ、もらったものもあるし買ったものもあるじゃない、うんうんうん、だからそれが結局手放すことができないっていうのはやっぱりその執着以外何物でもないけども、はい、やっぱ、ね、まあまあいろんな人がいるから、はいはいはい、あとはそのね、自分が買ってしまった、やっぱりその人間っていうのはさ、うん、正当性がないと生きていけないのが人間っていう生き物であって、うんうん、だから自分が過去買ってしまってもう使わないし、もう何の役にも立たないし、うん、触ることもないけれども、はい、やっぱり自分を正当化するためには、はい、いや絶対いつか使うとか、はいはいはい、そういうのを理由をつけて手放せない人っていうのもいるんだよね。なるほど。間違ったって思いたくない、ね、思いたくない。人間はね、絶対間違ったって思いたくない。だからもう損したとかさ、そういうのはもう絶対、そういうのは人間は認めたくないんだよね、自分ね。認めたくないんですね。そうそうそう。だからもうね、しょうがないよね、そういうのはね、はいはいはい、でもやっぱり本気で買いたいと思ってんだったらさ、うん、手放すしかないんだから。だって使ってないものいっぱいあるんだから。そうです、実際そうです、うん、まあ別に手放さなきゃいけないルールはないからね、うんうん、まあそのままでもいいって言えばいいけども、はいはいはい、でもそんな中でもね、変わりたいっていう人がいるからね、うん、変わりたいならもう手放していくしかないし。そうですね、うん、やっぱ使ってないものに囲まれていくっていうのはね、やっぱしんどいよ、うん、そうですね。そうで、これ家の中に物が満ち溢れている人ほど買い物するからね、うん、物いっぱいあるって分かってるのにもかかわらず。そうそうそう。だからまあストレスだよね。だから買い物っていうのはストレス発散だから、はいはいはい、やっぱりどうしてもこうストレス溜まってる人っていうのはやっぱりこの買い物をして、はい、そのストレスを発散し、はい、心の隙間を埋めようとするよ。もう人間っていうのはどうしてもね、この心の隙間を自分で埋めようとするんだよね。ドーンって。もぐろ福蔵じゃないですか。だいぶ笑うセールスマンですよね。ちょっと気づくの遅くなってすみません。ちょっと早く。ああ、そうですよね。早くないと恥ずかしいんだね。恥ずかしいですよね、だいぶ。え、もぐろ福蔵ってもうあんな、うん、あのドラえもん描いてる人が、うん、あんな感じ悪い漫画描くなんて思いもしなかったですけども、うん、いやー、もぐろ福蔵好きだったね。大好きだったんですよ。好きだったね。あのブラックな感じが最高だよね。ブラックですね。あれはもう、はい、ね、藤子不二雄 A だよ、あれは。あ、 A なんですね。 A の方が描いた、はい、まあ素晴らしい、もう本当にもうね、はい、心の隙間を埋めてくれる素晴らしい漫画でしたよ。ああ、そうなんですね、うん、あれ見てて心の隙間埋まるんですかね。だって皆さん埋まってるじゃない。あ、そうですか。序盤は埋まってるけど最後は埋まらないっていうね。最後は突き落とされる。最後は突き落とされるからね、はいはいはい、だけど、どうやって、私は一切お金はいただきませんっていうね、はいはい、ボランティアでやられてるけど、はいはいはい、だけどね、話の中で2個3個ねお金もらうやつあるんだよね。だよ、詳しいっすね。詳しいんだよ。詳しいっすね、うん、そうなんですね。そう、お金もらってる。お金は一切いただきませんと言っておきながら、はいはい、やっぱりお金をもらったのが確か3話ぐらいあるんだよ。3話もあるんですね。でもね、はい、福ちゃんはね、本当にすごいからね。福ちゃん、福ちゃんはね、結構仲いいですね。仲良しだけども、はい、福ちゃんはすごいから、はい、もらったお金は全部寄付してるんだよね。だからもうすごい、そういう意味では、はい、やっぱ宇宙の法則を使いこなしてるんだよね。そうですね、うん、セールスマンって言うけど何もセールしてないですもんね。そう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 、はい、でも全部ボランティアでやってるしね。そうなんですね、うん、でお金いただいたお金は全部寄付しているというね。そうですね、まあ、素晴らしいこの宇宙の法則を描いた漫画だからね。そうですね。ああ、そうなんですね。そう、宇宙の法則を描いた漫画だからね。笑うセールスマンってそういう。そうそうそう。で、もう笑うセールスマンの最終回っていうのはさ、はい、もう私は心の隙間を埋めるのに疲れましたって言って去っていくのが最終回だよ。もぐろ福蔵が、うん、心の隙間を埋めるのに疲れちゃったんだな。何なんですか、その、
そう言って、まあ、ノイローゼかなって終わっていったんだよね。あ、そうなんですね。そうそうそう、心配ですね。うん、福ちゃん心配だね。今どうされてるんですよ。あ、今はね、もう余生過ごしてるよ。余生過ごしてるんですね。余生過ごしてるよ。あ、そうなんですね、うん、田舎の方とかに帰られたんですかね。そうそうそう、もうね、台湾の方に帰ってた。台湾、うん、あ、そうなんですね。今ヤムチャ食べてるよ、ね、ヤムチャ食べてるんですね、うん、あ、そうなんですね。モグロ福蔵の顔からなんか国籍は なかなか判断できなかったですけども。今日の趣旨は何だろう。物を捨てられません。物をね、そう、はい、だから捨てられないって悩んでる人いるけど、うん、別にいいじゃない、捨てられなかったら捨てられなかったで、うん、いつか捨てられる時が来ると思うし、うん、または別にいいじゃない、そうやって物に、だから根性はさ、物に囲まれて過ごすって決めてるかもしれないしね。うわ、めっちゃ開き直ってますね。うん、はいはいはい、はい、うん、別にいいんじゃない。そういうのはやっぱね、物にたくさんに囲まれてるとどういう人生になるかっていうさ、そういう勉強を根性しに来てるかもしれないしね、うん、物に囲まれてると、まあ、ダイオがよくおっしゃってる通り、うん、物から発せられる、うん、マイナス感情波動ね、はい、まあ、しんどいよね、やっぱ物に囲まれてる人たちっていうのは、はいはい、やっぱ体調がおかしくなるから、はいはいはい、うん、やっぱりその辺ね、よく考えてほしいなと思うけども、やっぱ必要最低限、やっぱり使ってないものは手放せばいいのになと思うよね。そうですね、うん、使ってないものいっぱいあるんだから、家の中に。そうですね、うん、でだってほとんど使ってないから、家の中にあるもの、ほこりとかかぶっちゃってるじゃないですか。ほこりまみれだよね、はい、だからまあほこりイコール邪気だからさ、はいはいはい、まあ、どん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 やる気がなくなるよ。そうですよね、物が溢れてくる、ほこりがたくさんあるってなると、もうやる気がそがれていくから、はいはいはい、だからもう元気の気を奪われていくから、はいはいはい、はい、うん、だからもう本当にもうなんか結構しんどいよね。そうですよね、うん、だからね、業者呼べばいいのになと思うよ。そういうもう末期まで行っちゃってる人はさ、そうですね、なかなかね、そのやる気出して頑張って手放していこうと言ってもやっぱやる気は起きてこないから、うん、やっぱりもう業者に頼んでやってもらうっていうのが一番手っ取り早いよね、やっぱ。そうですね、やっぱ時間だからさ、もうこのままダラ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 行くと本当にもったいないから、やっぱ人生は時間との戦いだから、はい、まあ、そういった意味でも本当に1秒でも早く自分の住んでる地域とさ、なんかね、何でも屋さんでも、うん、なんそのね、ゴミ処理でも何でもいいから検索したらもういくらでも出てくるんだから、うんうん、まあ、そういうのはぜひやっていただいてね、1秒でも早くその、ね、物がたくさん満ち溢れてる状態から脱出してほしいなと思うよね。そうですね、うん、だって体調、本当ね、健康より大切なものはないんだから、やっぱこの健康を妨げてるのはやっぱ物に囲まれた生活だよね。だから1秒でも早くね、手放していった方がいいと思うんだけどもね。そうですね、うん、早く手放して、もっとなんか本当の自分っていうものはこういう体調なんだなとか気づいてほしいですよね。そうだから今ね、はい、本当にその体調が悪くて、はい、もうそれ麻痺しててね、はいはいはい、本当にその自分が体調が悪いのが普通だと勘違いしてる人が世の中にたくさんいるんだよ。はいはいはい、そうですよね、うん、だからそれ絶対普通じゃないから、だるいのが普通だとか、あ、そうそう、もうだるいのが自分のもう普通なんだっていう勘違いしてる人がすごく多いけど、それはもう絶対違うからね、はい、うんうんうん、もう朝起きた時に本当にすっきりくっきり爽やかに目覚められるかどうかっていうのが一つのバロメーターだけど、ほとんどの人がもう布団から10分20分30分1時間出れませんっていう人が多いけども、うんうん、これは本当に問題、でもこれは本当に改善しようと思えばいくらでも改善できるから、はい、やっぱりね、その家の中の状態、それから寝室の状態っていうのは本当に大きく影響してくるので、はい、うん、もうその家の中の環境と体調っていうのは本当に密接にリンクしてるから、はい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 、うん、ここはやっぱりもう全力でやってほしいよね。そうですね、うん、やっぱ健康が一番なんだから。そうですよね、うん、だから必要最低限のことはやっていかないと、うん、もう絶対ダメだよね、うん、そうですよね、うん、だってもう床が見えない人いるからね。そうですよね、物で満ち溢れてて、はい、うん、だからそういう最低限のことはね、本当やっていかないと、はいはいはい、やっぱり健康だからね、本当にもう健康より大切なものないんだから、もっともっと、その健康っていう部分にあのフォーカスしてほしいなと思うよね。そうですね、うん、だから本当朝起きた瞬間にもう本当にテンションマックスな状態で絶対、はい、もう慣れる、人間は絶対慣れる、うんうん、あとそういう環境に自分が身を置くかどうかだからね、うん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 、そういった意味で本当に少しでも、手放していってほしいなと思うよね。本当もったいない人生がね。そうですね、うん、もういらないものに囲まれた人生っていうのは本当にもったいないから、うん、はい、もうぜひもうやる気出してね、もうやってほしいなと思いますね。あ、確かに、だからいらないものと使わないものの、うん、境目がみんな弱い感じがしますよね、うん、だからどうなりたいかだからね、うんうんうん、自分が本当に変わりたいと思っているのであれば、まあ、手放してみたらいいんじゃないのかなと思うけどね。そうですね、使ってないものは全部そうそうそう、はい、うん、言っといてほしいですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、この番組ではですね、チャンネル登録、そして、いいなと思ったら高評価ボタン、うん、そして、コメントなんかをですねいただけると非常に嬉しく思いますので、はい、まあ、ぜひよろしくお願いいたします。僕たちも結構コメント見させていただいて勇気もらうこととか
勇気もらえますね。はい、うん、重いですよね。最近なんかすごく、ジャニーさん聞き上手ですねみたいなやつめちゃくちゃ嬉しくてですね。ああ、そうですね、はい、まあ、ジャニーさんは天才だからね。いや、そんなやめてくださいよ、本当やめてくださいよ、ね。まあ、本当にジャニーさんのおかげでこの番組は成り立ってるんですよね。いえ、とんでもない。大王です、大王です。また皆さんお会いいたしましょう。大王のことも死ぬほど褒めてください。